国務大臣の記者会見を行います。説明大臣からお願いします。はい、まずは市村の皆さんに一言お礼を申し上げたいと思います。平尾市長からもコロナ対策皆さんのご理解を込めながら、この記者会見のありがたいを無難に対応していただいていると思います。この会場の光景もそうですけど、今この会場にはいない放送、省内の放送を見ている方、それと、ウェブエックス、これを活用してこの会見を見ていただいているフリーランスの方も含めて、この機会に理解をできながら対応していただいています。ありがとうございます。私自身も今非常に大事なことは、皆さんに私自身が無症状の感染者であるというふうに見てもらうこと、そして私自身が自分は無症状感染者なんだと、そういう意識で自分のことを封鎖するというか、自分自身がロックダウンをするというような認識を持つことが非常に大事だと思っています。今さまざま記者会見のあり方もウェブで対応するとか、さまざま今後のあり方については皆さんのご理解を得ながら進めていければと思いますので、ぜひ続いてご理解を今後とも総務で持つことができたらと思っています。もしも無症状感染者だったら、そういった意識を持って報告していきたいと思います。まず冒頭、今日は1件です。今回新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて、4月7日に緊急事態宣言が発出されたことに関してご報告をします。環境省では廃棄物の処理に関する施策を担当していますが、4月7日同日に新型コロナウイルス感染症対策本部で決定された新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針において、廃棄物処理関係の業者が国民生活、国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者に位置づけられるとおり、廃棄物処理業は日々の国民の生活や経済活動を支える必要不可欠な社会インフラです。そのため環境省では新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中にあっても、安定的に廃棄物処理業が継続されるよう必要な対策を全力で講じてまいります。その一環として早速4月7日付で緊急事態宣言がなされた状況にあっても、廃棄物処理業者及び市町村などが安定的に廃棄物処理の業務を継続するよう求めるとともに、その継続にあたって行うべき感染防止策などについて地方公共団体に対して通知をしました。また新型コロナウイルス感染症の患者が増加していることへの対策として、軽症者などのホテルや宿泊施設などでの療養が解消されていますが、それに伴って生じる廃棄物の取り扱いにおいて留意すべき点についても併せて通知をしています。現場ではマスクや防護服などの逼迫が懸念される事件上があると聞いています。作業がきちんと継続されるように、必要な資材の確保など廃棄物処理業の継続のために環境省ができることは全て実施をして、引き続き新型コロナウイルス感染症にかかる廃棄物、それ以外の廃棄物の両方について適正かつ安定的な廃棄物処理体制の維持を図ってまいります。またこうした状況下、厳しい状況下であっても、我々の生活と経済活動を支えるために毎日業務に汗をかかれている廃棄物処理に関わる全ての皆様に少しでも感謝の気持ちをお伝えできればと思いまして、今日中にも私から手紙を送りたいと考えています。もちろん今全ての国民の皆さんにご協力を求めているわけですから、感謝すべきは全ての国民の皆さんでありますが、環境大臣としては特にこの廃棄物処理業を抱える立場として、こういった緊急事態であっても我々のライフラインである大変重要なインフラの廃棄物処理、これを毎日汗をかいて取り組んでいる皆さんに特に感謝を申し上げたいと思います。環境省としても全ての職員が、そして我々政府も一人一人が、もしも我々自身が無症状感染者だったら、そういった意識の統一をして対応していきたい、そういうふうに思っています。私からは以上です。では質問をします。所属の名前の弁護士をお願いします。日本感謝の経験をお願いします。日本経済新聞の阿部です。よろしくお願いします。コロナ関連でですね、国立公園事業のですね、アペラン施策について、そうしたいです。
インバウンド1000万円となると厳しい中でですね、7日の出した補正予算では、この収束を見据えた無駄な準備というのが一つあったと思います。それは具体的にはですね、どのようなその内容がその外国人に刺さるというふうにお考えになっているのかということ、加えて国内向けにはそのワーケーションの推進というのもあって、個人的にはすごくその働きかけ改革という意味でも、注目されていくべき話なんじゃないかと思うんですけれども、ただ課題としては Wi-Fi の整備とかもあると思います。まあ、推進していくためにですね、今後どういうところが必要になってくるのかということも合わせてお聞かせください。まず、この経済対策の中で、国立公園、国立公園を重点的に入れた一つは、もちろん今、安倍さんがご紹介いただいたワーケーションとかもありますが、やはり時間軸をしっかり認識をして、収束の前に打つべきこと、そして緩和モードに入ったときに打つべきこと、そして反転攻勢のときに打つべきこと、こういった切り分けで頭を整理して、打つべきタイミングで、打つべき施策を投入することが大事だと思っています。そういったことからすると、この国立公園の関係でいうと、やはり環境省として大変異例なのは、雇用に関する、この雇用の維持確保に努めるということで、国立公園を日々支えていただいている方々、特に観光事業者の方の雇用の維持確保の対策を入れたこと、これは非常に異色の一つの施策だと思っています。これはこの前ビデオ会議で全国の国立公園の関係の事業者さんとお話をしたときに、収束後に反転攻勢でキャンペーンを打つと言われてもそこまで持つかわからない、こういう強い危機感と、まあ、その通りの思いだと思うので、そこに何ができるかを職員で一緒に議論しながら考えました。でそういったことから今後、例えば国立公園の中には海岸がある国立公園もあります。そういったところの海岸の清掃、そして中には歩道の修繕、そして環境をよく守ること、さまざまできることはありますので、そういった雇用の維持確保につながることを打っていきたい。そしてまた反転攻勢につなげていくためには魅力的なツアーを、観光のツアーを企画をする、そういったことも重要です。そういった企画に対しても現地のそういう事業者の方にも入っていただいて、そういったことの人件費なども環境省が一部持つ、そういったことなどを展開してできる限りの雇用を守っていきたい、そういうふうに考えています。そしてそういったことが少し前に進んで、コロナの感染拡大がピークを超えて緩和、そしてまた反転攻勢、そういった段階で思い切って前に進めることができるのがワーケーションなのだと思います。これもまだまだワーケーションという言葉自体が浸透しているかはちょっとまだ一部の人でも理解かもしれませんが、国立公園イコール遊ぶところとか自然の満喫するところっていうことだけではなくて、国立公園で働けるんだと、国立公園も働く場所になる、こういったことをしっかりと位置づけていくチャンスだと思うので、今まだ観光を行ってくださいっていう次元では全くないです。だからこそそういった間にできる Wi-Fi の整備だとか環境整備は徹底的にやっていきます。そういった中で今後の社会の在り方で、やはりこの反転攻勢が元の通りの反転攻勢ではなくて、脱炭素化の社会、循環型の社会、そして働く場所はオフィスだけではなくてどこからでも働けるということに気づいた方も多いと思います。そうなるとこれからきっと働くというこの意味とかオフィスの価値とか、そういったこともかなり大きな変化がこの社会にもたらされるんではないかと思いますので、そういった新しい社会の選択肢の国立公園でもリモートワークができる、そしてもしくは例えばある企業が今地方で、私も地方創生担当の専務官の時に徳島県の神山町というサテライトオフィスを多く誘致をしている地方創生の先進事例があるんですけど、そういう町のように国立公園にサテライトオフィスを置くとか、そういったことも見据えてですね、施策の後押しをしていきたい、そういうふうに考えています。お願いします。
管理チームの鈴木です。よろしくお願いいたします。私から質問1点です。炭素税などカーボンプライシングの導入について伺います。大臣はこれまで導入に向けて国会での議論を深め広範な理解を得ていきたいと導入に前向きな姿勢を示してこられました。ただ昨今の新型コロナの影響で景気後退が指摘される中でさらなる税負担の国民の拒絶反応を増す恐れがあります。炭素税の導入実現に向けた現在の大臣の考えを聞かせてください。まず炭素税そのものに触れる前に今このコロナの状況で世界で何が起きているかということだけ触れるとこんなに CO2 削減を目にする機会はもうないと思います。そう簡単に。そしてこのことをどのように受け止めるか、これは日本だけじゃなくて世界全体がそれによって今後の社会経済の在り方は大きく変わってくる。そしてその変わるっていうのがいい方向に行くのかそうではない方向に行くのかも私は岐路だと思います。で例えばこれで一定の時期に経済が回復をさせていけるコロナが収束をするという段階になった時に、とにかく環境のことは二の次で経済回復が大事だからとにかく吹かせとアクセルを踏むんだといって環境がないがしろにされることが仮にあったとしたら、それはパリ協定の死ですよね。決してそういうことがないように、今目の前の生活で苦しんでいる方が多くいるのは現実です。しかし一方で世の中政治が特に考えていかなければいけないことはその後の社会を描きながら今何を考えなければいけないのかというふうに私はこういう機会にもう一度これからの社会になりたか、そして脱炭素型、そして循環型の社会、こういったものもこれから多くの方に考えていただくようなそんな発信もまた機会も作っていきたいというふうに考えています。炭素税の行方こういったこともまさにそういう中でどういう社会をこれからコロナ後の社会を作っていくかという中で議論されることだと思いますので、目の前の今炭素税っていうことの前に今後の社会の在り方をどういうふうに社会的な国民的な合意を作っていけるかというのは今目の前はまず生活です。でもその後には間違いなくこういったことを政治だけではなく国民の皆さんの声も聞きながら一緒になって考えていかなければいけない。炭素税に対する結論は私はそういった先に来るのではないかなというふうに思います。すごく慎重な言い振りだったんですけれども、今、この炭素税に向けた議論の表面がかかる時期相当というような感じでいうことですか。これはすごいコミュニケーション難しいのは、炭素税イコール税って名前がついてますから、こんな時に増税が、こういうことで、そのカーボンプライシング、炭素税と言われるものが目指していく、脱炭素型に社会全体を変えていく歯車でもある。そういうことが理解が届かなくなってしまったら元も子もありません。ですからどういう状況で議論できる気持ちになるのか環境になるのかっていうのはそういったところも大事なので、そこもしっかり踏まえながら今環境の中では今までの議論積み重ねをしていますから、私は現時点で考えるとまずどういう社会を目指すのかっていうことを話さなければ多くの方の理解はなかなか難しい、そういうところも考えています。ただ重要な問題なのは間違いないです。決心環境新聞の小峰でございます。今大臣のおっしゃったこれから目指す社会ということに関連すると思いますけれども、小泉大臣は環境省の原点は水俣病だとかねておっしゃっています。でまたこれからは社会変革省になるともおっしゃっています。そこで環境省のコロナ感染症対策についてお聞きします。パンデミックはいずれ収束するでしょうが、何年か先には再び新たなコロナや、地球温暖化に伴う伝染病が世界を襲う可能性があると思います。コロナは環境省の第二の
原点になるかもしれないと私は思っております。そういう意味でですね、温暖化エネルギーのほかにですね、健康と安全というですね、これを加えた三本柱にしてですね、環境省の基盤政策、基盤事業としてはどうでしょうかという提案でございます。環境省は水俣病アスベスト対策としての環境保健部があり、緊急事態宣言を受けての自宅待機テレワークなどでは地球環境局に低炭素物流室、また、廃棄物施設合併浄化槽で環境健康 の, インフラ維持も広げております。こういう中で、環境省はちょっと書きづらいはい、コロナ対策を契機として、健康と安全もですね、基盤政策基盤事業に加えてはいかがでしょうかという質問というか提言でございます。はい、ありがとうございます。環境省だけでなくてこれは世界にとっての新たなスタートになると思います。環境省は選択と集中の議論で環境省自身の省のあり方を今精力的に検討を進めています。その中でも強く感じるのは幅広い業務の中で本当はもっと人欲しいですよね。ただなかなかこの定員が容易には増やせない今の政府の環境の中で仕事の在り方自身を変えるしかない。今回私はこのコロナを契機に環境省自身が変わらなきゃいけないところって結構あると思ってて、一つは環境省自身が最大の緊張感を持つコロナ対応をする。それはまさにさっき私が言った、一人一人が私自身が無症状の感染者である、そしてそういうふうに見てもらう、その中での活動をどうする、これを徹底すること、そしてもう一つは徹底したデジタル化を進めること。これは今デジタル化がなかなかテレワークも含めて進んでいないという状況がありますが、これは環境面によってそれが叶わないというそういうお仕事をされている方とか、またなかなかそういうツールが揃っていないっていう方もいるでしょう。しかしもう一つはやはり個人の問題があると思います。そういったものに拒否感を持ったり、なかなか日頃から使っていないかなということでイメージとして取り組まない人、これは私の周りでもそういうケースはよくありますし、環境省の中でも問題することはあったと思います。しかしそういったことを超えてデジタル化をしておけばこういうことにはならなかったのにっていうことが今の時点でも相当ありますよね、世の中で。今日の日経新聞の一面ではノーベル賞とか本土先生がインタビューを受けられてますけど、まさにこの IT を社会に実装することが日本は遅れているからこそ招いてしまっているようなさまざまな課題、こういったことが今後ないように環境省自身が働き方も含めてデジタル化を徹底的に推進をしていくということが非常に大事だと。最後に私自身この大臣の中で国会改革にすごく取り組んでました。国会のことは国会がお決めになることですということを前提で一言申し上げれば、国会が今このように変化をしていることというのはまさにこれから国会のことも含めて、官邸の会議なども含めて私は政治のデジタル化というのが間違いなく進んでいく、そういう経験にしなければいけない。環境省からまずはそうしたいと思います。最後つまんだけ関係さん。奥川と申します。今政治のデジタル化のお話がありましたけれども、緊急事態宣言を受けて会食の自粛の機運が高まっております。料亭政治は昔の話ではありますけれども、長田町は夜動くと言われている中で、政治家同士の会食が制限されていることの影響について、ポストコロナも見据えた上でご所感があればと伺えると思います。やっぱりあると思います。会わなきゃ済まないことがあるのも事実ですから。ただその中で、よりコミュニケーションを補完するために何ができるかと考えたときに、最近ウェブ飲みっていうのがありますけど、私自身も挑戦してます。そういったことも含めて
かなり私の感覚ですけど、同世代の議員の中ではそういったことが進んでいると思います。なのでこういったことも一番合うのがいいんですよ。政治のそういうものはいろんな話するのも日々なことありますから。だけどそれが今はとにかく大事なのは、自分が無症状感染者だと思って政治家同士も行動をすること、それ考えたら会食は絶対なしです。なので今そういった形じゃない形でのコミュニケーションを切らさない、情報収集をする、そういったことを私のプロデュース。最近のウェブ飲みの状況について生々しく教えていただけると思います。生々しくですか。まあそこはまたそういったことがしっかり話すことができる環境がいいんじゃないですか。今はとにかく自分が無感染症状者であるという緊張感を持って送りたい、皆さんにもそう見ていただきたい。本日の会見になります。ありがとうございました。